人間にも住み心地がいいようにいろいろ整えてやるからな。ありがとう。なあリディア、もう月の約束を取り消してもいいだろう。ちょっと何するの。交尾。いってなんだよ、人間は水星馬のメスみたいに暴れないって聞いたぞ。まだ結婚してないでしょ。ちっ、やっぱ無理か。なんだ、今ここら辺は俺の縄張りだってのに。ちょっと様子を見てくる。リディア、エドガーの声が聞こえるなんて、やっぱり私疲れてるんだわ。リディア、早く今のうちに逃げよう。エドガー、どうしてここに。君を連れ戻しに来た。でも勝手にいなくなるなんてあんまりだよ。おい、早くしろよ、奴が戻ってくるぞ。ほら。ちょっと私は逃げるわけにはいかないのよ、ケルピーと約束を。でも低層の危機を立派に戦ったじゃないか。見てたの？思わず飛び出しかけたよ。ニコがカイロを川に投げ込んでくれて助かった。リディア、君に命を助けられたと知って、そうだったのかと感動しただけで済むと思った。ここは妖精界よ、約束をたがえることはできないの。それに君は僕を好きになってくれると言ったのに、それこそ約束違反だよ。言ってないわよ、考えとくって言っただけじゃない。なら考えもせずにいなくならないでくれ。おい、あの二人だ、隠れろ。伯爵様、花桃様はどちらに。あなたまさかマリーゴールドたちに連れてきてもらったの。静かに。妖精女王との結婚を受けたりしたんじゃ。まあそんな風に彼女たちは勘違いしているかもね。勘違いなんて曖昧な約束はありえないのよ。あなた、月の指輪は。うん、これ。せっかく命が助かったのに、あなたは妖精界で幸せになれる人間じゃないでしょう。その指輪を受け取ったら女王と結婚するしかないのよ。私にだってどうにもできないわ。おい、リディア、いつからっては。誰かそこにいるんですか。いいや、リディア、君は僕を助けることができるよ。僕と結婚してくれ。はあ、バカなこと言わないで。バカなことか。月をくれるなら結婚してもいいってくらい。そうね、本物の月をくれるなら。ニコ聞いたね。ああ、リディア、これが月だ、本物の。ちょっと待ってよ、これは月じゃないわ。月だよ、君さえ認めれば。どういうこと。かつての青騎士伯爵は、月をくれるならじゃなく、月と誓いを取り交わせば婚約が成立すると言ったそうだ。だから受け取るだけじゃなく、身につけて誓いの証としなければならない。でもいいかい、リディア、僕はまだこれを一度も指にはめていない。伯爵様、そこにいらっしゃったんですね。でもあなたは私に恋なんかしてないもの。僕の言葉はそんなに信じられない。信じられないわ。わかった。僕との結婚はとりあえずこの場しのぎだと思ってくれていい。この場しのぎ？結局それが本音なのね。違う。でも今君に僕の本気を分かってもらう時間がないみたいだから。伯爵様、早く参りましょう。女王様のところへさ。おいお前ら、一体どういうことだよ。青騎士伯爵、しつこい男だな。そいつは俺の花嫁だ。違うよ、リディアは僕と結婚する。月を送った者が彼女と結婚できる。諦めるんだね。いい度胸だ。そんなに食われたいのか。リディア、お願いだ、
人間同士の約束はいくらでもなかったことにできる。それもどうかと思うわ。アールトン教授が君がいなくなってどれほど落ち込んでいたか。父様が二度と会えなくても本当にいいの？わかったわ、エドガー。私に月をください。ありがとう。一生君を大切にする。おい、リディア。ごめんなさい、ケルピー。私、まだ人の世に未練があるの。リディア。ごめんね、妖精たち。僕のことは諦めてくれ。伯爵様。でしたら、早く息子さんを作ってください。だってさ、リディア。調子に乗らないで。帰り道を開くぞ。未練がなくなるまで待ってやる。どうせあっという間だろ。そうね。妖精にしてみれば20年や30年だってきっとすぐだものね。